みさんこんにちは日本語の先生のりこです今日もゆっくり話しますこのビデオはビギナーのためのリスニングのビデオです今日のトピックはコーヒーとアイリッシュコーヒーですみなさんはコーヒーが好きですか 私は大好きです。毎日コーヒーを飲みます。一日3回コーヒーを飲みます。私はブラックコーヒーを飲みます。砂糖とミルクを入れません。これはコーヒー豆です。コーヒー豆。私は コーヒーヒ豆を買います。そしてコーヒー豆をひく道具でコーヒー豆をひきます。コーヒーヒ豆をひきます。そして毎朝ドリップ式のコーヒーを入れて飲みます。 ドリップ式のコーヒーを飲みます。これはアイリッシュコーヒーです。アイリッシュコーヒーを飲んだことがありますか私は北アイルランドに住んでいます。カフェやパブでアイリッシュコーヒーが飲めます。ウイスキーを 少し入れるので、冬とてもいいです。体が温かくなります。コーヒーの中にお気に入りのウイスキーを入れて、そしてクリームをのせます。砂糖やシロップを入れて、甘くしてもおいしいです。 シナモンやナツメグをかけてもおいしいです。私はアイルランドのダブリンに行った時アイリッシュウイスキーのジェムソンに行きましたそこでウイスキーのテイスティングをしましたウイスキーも買いましたもし アイルランドのダブリンに行ったらアイリッシュウイスキーのジェムソンに行ってください。おすすめです。それでは今日はここまでです。トランスクリプトが読みたい人は私のペイトレオンになってください。毎月5ドルでビギナービデオのトランスクリプトが読めます。 そして私のもう一つのポッドキャスト「ジャパニーズ・ウィズ・ノリコエクストラも」もペイトレオン限定です。それではまたす。